本日はコンクールや定期演奏会など演奏の場を失ったとある吹奏楽部の皆さんにジェネの曲を演奏してもらおうと思っています。というわけで今回演奏してくれるのは東海大学附属高輪台高校の吹奏楽部の皆さんです。この高輪台高校は全国から吹奏楽をやるために生徒が集まってくる、まあ、いわば吹奏楽の名門で全国大会の常連校、そうなんだ、で、まあ、今回いろいろなこう状態ではありますけど、はい、ジェネの楽曲を、パフォーマンスしていただきたいなと思います。でこの後生徒たちとリモートをつないで演奏していただくんですが、実は我々とリモートをつなぐことを生徒にはサプライズにしてやります。まあ、だから、生徒たちは今から番組で流す用のこう収録しますよ、だからジェネコーチームがカメラで来ますよぐらいのことを言ってて、で今学校に集まっていただいてます。で今ちょっとこう生徒たちの様子が見れるそうなので見てみましょうか。すごい、うわ、待機してくれてますね。いいね、今日ね本当にこの日のために、いや素敵、うん、で多分今からこの後収録かなんていう状態で、今なんかいますわ。リモートとはいえ久しぶりにジェネコーで高校生を見ましたね。あ、そうですね、なんか私すげえ状態だ。今ねこの生徒たちとつなぐ前にまず生徒の皆さんのこれまでの思いだったりとか、まあ、練習風景などを事前に、取材して VTR にまとめましたので早速見ていただければなと思います。どうぞ。今回演奏してもらう東海大学附属高輪台高等学校の吹奏楽部は、文化祭行ったことあるよ俺。近いんじゃない、だって近い近い近い、ね、すぐ全国の大会でも数々の賞を受賞している超名門校。その強豪ぶりを裏付けるのは部員数、1、2年生だけで100人以上。すごい。そんな生徒たちをまずは音楽室へ集め番組の企画を伝えると、吹奏楽部でみんなはあのジェネレーションズって知ってる？ジェネレーションズ高校日々番組で今回みんなに演奏してもらうのがジェネレーションズの雨のうちの晴れという、ね、楽曲があって、そう、止まない雨はない。コロナ禍に立ち向かう今、そんなメッセージを込めた雨のち晴れを依頼。今から楽譜配るので、これから譜読み合奏するから。分かった？はい、はい、配られてすぐ合奏する。というわけで、強豪校のお手並み拝見。まずは楽譜を配布、楽譜を見ながらとはいえ全くの初見、その腕前やいかに。名門っぽい。周りにも、周りにもある。うわすげえ、すごい強豪校って感じ。すごくない？一発目だよ。さすがは全国大会の常連校、素人の耳には完璧に聞こえる。しかし、うん、全然全然まだもう、いやさすがにちょっとやっぱ1回目はね、なかなかみんなほんと譜面を追うだけで精一杯になっちゃって、まだまだね、やっぱりジェネレーションズの皆さんが演奏してるようなああいうこうメッセージは届かないので、まあこれからの練習ですね。せっかくねいい機会いただいたのでね、あの全国の皆さんに高輪台から気持ちが届くようにしっかり練習しよう。はい、はい、コロナによるコンクール中止など1年にわたり活躍の場を失った彼らがこの演奏への思いを語ってくれた。演奏できるって聞いてすごく嬉しかったです。初めてでちょっと緊張する部分はあるんですけど、もう頑張って演奏したいと思います。初めて悔しい思いした他の学校も含めて同じ思いをした人たちの思いを込めて演奏できるようにしたいと思います。短い期間にもかかわらず今回の企画に思いをかけ猛練習してくれたみんな、ありがたい。果たしてどんな演奏を見せてくれるのか。ファイッ、ファイッ。ここまで、これ以上は見せられません。ジェネコフレはアベマ限定で公開中です。続きが気になる人は、ここをタップしてチェックしてください。皆さん見てください。